大橋新一大橋新一7月1日から1959年11月29日は日本の実業家。出版社、博文館の第三代監修初代第三代社長。第二次世界大戦終結直後、財閥解体と公職追放の圧力が高まる中で、祖父の佐兵と父の慎太郎が2代にわたり築き上げて、 北、白文館を自ら解体させた。1885年7月1日、新潟県長岡で、大橋慎太郎と山子の長男として生まれる。1888年3月、両親に連れられて上京をする。1897年、父の慎太郎が、山子と離婚してスマ子と結婚した。慎一は、ママ母のスマ子やイボイたちとは不仲で、スマ子のいる。 大橋家を嫌い、寄りつかなかったという。麻布商工中学を経て、大倉高等商業学校第三学年終了後、博文館に入社する。1901年11月3日、祖父、佐平が死去。これに伴い、博文館副館主だった父、慎太郎が第二大館主となり、新一は第二大副館主となる。1907年3月17日、 渋沢栄一の売借の下、若尾民作りの四女、ハスコと結婚する。1914年6月より、博文館の経営を一任される。1918年8月10日、妻のハスコが死去した。同年12月17日、博文館の株式会社化に伴い、社長に就任した。1926年5月1日、一心上の都合により、 白文館社長を辞任し、副社長で、異母邸の大橋裕吉が社長に承認し、牛込の洋館で陰性した。しかし、1930年3月18日、白文館臨時株主総会において、大橋裕吉が社長を辞任し、新一が再び社長に復帰した。1943年時点では、白文館のか界難印刷、共栄施行、 共栄紹介、共同出版各株式会社の社長、大橋本店、日本書籍、日本交換、大日本出版、日本無線、満州書籍配給、日本醸造、朝日野球クラブ、共同建物、南海工業各株式会社の取締役、日万文京株式会社の監査役を兼任していた。1944年5月5日、父、慎太郎の死去に伴い、 新一が白文館第三大館主となり、大橋への全財産を相続した。新一は第二次世界大戦の終結直後から日本の占領はアメリカではなく必ずソビエットだと言い張り、社員がアメリカだと言っても信じず、共産政権では私有財産は絶対に認められないと言って大橋への財産の処分を始めたという。終戦直後、 それまで出版会の統制団体であった日本出版会が解散し、1945年10月に出版業者団体として日本出版協会が発足したが、同協会では、左派の民主義出版同士会が主導権を握り、講談社、黄文社、主婦の友社、家の光協会などを先般出版社として追求した。これに反発した講談社など21社は、 1946年4月15日、自由出版協会を設立し、新一がその初代会長に就任した。1947年1月4日付で、博文館は公職追放令の該当団体に指定され、社長の新一らも公職追放の審査対象者となる。この公職追放問題に対処するため、同年8月、新一は新たに、 講談雑誌社など6つの出版社を設立し、博文館発行の雑誌、図書をこの6社に優勝分割状とした。また、大橋家の財産保全会社であった株式会社大橋本店を東海工業株式会社と解消し、6社の出版取り次ぎ販売を行うこととした。月日、新一は独占禁止法の適用により、白社長を辞任し、 同月中には、博文館の全社員を退職させ、六社と東海工業に振り返るとともに、博文館の廃業届を提出した。11月22日、大橋新一の公職追放が決定する。同月、自由出版協会会長も辞任した。ところが、六社の発行名義人は全員、大橋家の身内だったため、 1948年1月頃から4月頃にかけて法務庁特別審査局が公職追放令違反の疑いでたびたび内定に入った。このため危機感を抱いた新一は元白文館社員の小野新一郎、小野高久良、高森英二の3人を呼び出し、3人に出版権を全面上とした。これにより、同年5月15日、白遊者、文友館、 公文館の三社が新設され、旧博文館の出版業務は完全に大橋家から切り離された。同年7月25日、大橋新一邸宅、白遊社等が公職追放令違反容疑で家宅捜索を受けるが、証拠不十分で不起訴となる。さらに、同年10月、相続税等の脱税容疑で税務調査を受ける。また、新一は11月4日、 東京都教職員的確審査委員会で教職不適格者と判定されている。1949年、旧博文館6社、東海工業から株式会社化された、博友社への出版権優勝譲と交渉がまとまり、総額1600万円で譲渡された。1950年5月4日、娘のマが博文館新社を設立し、 白遊者への譲渡対象となっていなかった白文館日記の発行を再開する。同年10月13日、新一の公職追放が解除される。これより、前の1949年9月、新一は、父、新太郎が設立した、私立図書館、大橋図書館の、郝島地区球団にあった館社を日本銀行に売却し、新宿区若宮町の指定に移転させた。 ところが、1950年12月15日付、読売新聞が、新一が旧館者売却費5600万円を無断で持ち出したという疑惑を報道する。さらに、この事件がきっかけとなって、財団法人大橋図書館のずさんな経営実態が明らかとなり、同法人は東京都教育庁から自発的解散を勧告され、図書館は1953年に、 西武鉄道に売却された。売却日持ち出しについては、刑事事件とはならなかったが、これ以後、新一は公的な面から姿を消し、1959年11月29日に死去した。長男の大橋太郎妻、ハスコとの間に二男、野本八重との間に諸子がいる。長男の大橋太郎は1931年に、早稲田大学政治経済学部を卒業し、 1934年5月に、博文館取締役兼支配人に就任したが、2年後に、病死。次男の大橋新平は、兄より早く死去している。長女の大橋正は、博文館新社を創立、事実上の4代目となるが創生。異母テに、大橋祐吉、大橋達夫など。野球ファンであり、野球会始は、個人的な趣味で創刊したものである。 1937年には、プロ野球チームの大東京軍の取締役に就任している。新青年第四代編集長を務めた植塚貞夫の回想によれば、大橋社長は、日中戦争開戦後、こうなったら、積極的に軍部協力のほかありませんねと、戦争協力路線を打ち出すようにしきりに圧力をかけてきたという。植塚はこれに反発して、 白文艦隊者を決意したという、ありがとうございます。